はい、どうもレンです。ナッチです。はい、今回は、ね、ウィニングバルキリー対ドレインファブリル。さあ、どんな強いメタルだろうともドレインファブリルなら吸収できるはず。さあやっていこう。さあ、じゃあいつも通りゴーポン選手ね、いくよー。はい、スイドゥワンゴッシュ。押し出したー。いくよー。はい、スイドゥワンゴッシュ。中を陣取る。暴れる。足当たらない。静かに真ん中で待ち構えるドレインファブリル。よし、まあ、これは、よし、勝ったー。2対0。うん。最強。オッケー。最強。はい、スイッ、ドゥ、ワン、ゴッシュ。あ、お。また外周を回る、バルキリー。それを真ん中で待ち構える、ドレインファブリル。こうなると、多分有利。ドレインファブリル。こうなる、アタックタイプがこうなると、スタミナはね、結構有利なのよ。よーし、3対0。はい、スイッ、ドゥ、ワン、ゴッシュ。しかし当たらない。体力を消耗してから、うん、バストー、マジか。上からの攻撃からでバーストだぜ。びっくり。まさかドレインファブリーのバーストなんて。そんなバーストすることないよね。3対2。はい、いくよー。スイッ、ドゥ、ワン、ゴッシュ。しかもすごい地味に今落ちたからな、今の。さあ、今度はあとバーサスまま少し回ってたからね。ほんとそう。しかしそうそう、バーサスさせない。だから今一瞬真ん中立とうとしたでしょ、今。一瞬だったの、ヨーブニルのせいで。4対2。3、2、1、ゴーッシュ。ああ、今度はさっきの多分低速バーストだったんじゃない？うん。いや、逆じゃん、そうだったら。逆でも低速バーストはできるんだよ。よーし、5対2。うん、くそ、負けた。さあ、やっぱりね、バルキリーでも、ね、まあ、ひょっとしたら、ウィーディングバルキリーの頃は、ね、元世界一って言ってるかもしれないけど、ドレインファブリル、世界一には勝てなかった。ね、さあ、じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。あと少しできそうやってるけど。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録お願いいたします。またいつかお会いできる日を楽しみにしています。またねー。